すが出た、着いた。これがもう流通センター、ね、羽田のすぐそば、で今日は第3回のですね、RC がミリオンフェスティバルということでですね、はい、もう昨年一昨年と、3回目、ね、見てくださいこの選手たち、見てくださいこの選手たち、すごいですね。もうねずらずらずら、おー元気かというわけでですね、ちょっとですねどこが並んでるかちょっと見てみたいと思います。さあおはよう、おはよう、この辺、この辺もうね、ほら癖開いてる、はい、ね、すごいですね。もうほら、ね、さすがバンド人は持ってますけどもね、もうね朝の7時だというのにこのね人、はい、でどこまで並んでるかというとまだあります、まだ列車通ります、ほらほら、よーしかーしかーしかー、すごい、これね、実は今日ね僕もね、あのレースにちょっと出ようと思ってるんですが、おつめないすごい人かな、これは。はい、これねダジャレを言ってる暇もないっていうこのミニオンファイター、これはね、ほら、ミニオンク洗車機、すごいな、これこれでレース備えるっていうか、これでね、わかりました、わかりました、わかりました、はい、おいみんなじゃあ頑張れよ今日な、せーの、星のマークでおなじみのタミヤ模型の提供でお送りします。スティックの向こう側に新しい走りの可能性が広がる、世界を制覇する RC の双葉からニューアタック登場、双葉メガテックジュニア、この価格でステアリングレートアジャスター装備、最新のホイールテクノロジー双葉から。はい、ここがですね、これ車検場なんですね。もうすごいですね、もう選手はいっぱいで、ここで車検を受けてね、みんな予選のね、ユマンカップの方に臨んでいくわけですけど、じゃあちょっとねインタビューしてみましょうね。君あれ、ここに着くまでどのぐらいかかりました、時間は。時間は1時間ぐらい。1時間ぐらい。朝何時に来たんですか。8時半頃。朝8時半頃。君もこれ自分でどこを改造してきたのかな。はい、まあまあです。まあまあ、まあまあでいけそうですか、決勝まで。はい、行きます。なかなか自信があるな。じゃあ決勝のコースで待ってるからね、はい、じゃあちょっと行ってみましょうかね。はい、ここが入り口で、ここをですね、通過しますと、おっとありました、ルマンサーキット、 ABCDE とね5つもコースあるんですけども、じゃあとりあえずですね A コースに行ってみましょうか。 A コースね。さあ、はい、すいません、すごい人ですね、もう選手選手で、選手の渦、さあ、あ、今ちょうどねレースが終わったみたいですけどね、じゃあ次のレースね、インタビューしてみたいと思いますけども、今始まりません、ね、ちょっとインタビューしていいですか。インタビュー、はい、今どんな気分ですか。なんか勝ちたいよね、勝ちたい気分、勝ちたい、はい、よし、じゃあ頑張っていってくれね。はい、じゃあお願いします。お、スタートしました、すごい、ほとんどアバンティかな、おっと、早くも転倒、ああ、お、あれはホイールが綺麗だ、全部違う色つけてますけど、お、4番ゴリ、4番キビ、またおめでとう。ねえねえねえ、キビ勝ったんでしょ。ねえ、はい、1位取った感想は。嬉しいです。嬉しいだけ、はい、どこまでいけそう、決勝、準決勝、よくわかりません。いや、やってみなきゃわかんないの、はい、じゃあ頑張ってやってくださいね。はい、ということで次は準決勝の方行ってみましょうか。はい、ここはですね準決勝のマウンテンラリーコースですね。さっきのルマンサーキットでね1位取った選手だけはここに来れるんですけども、じゃあちょっとね今から始めるわけですけども、感想どうですか。嬉しいです。嬉しい、勝っても負けても嬉しい。はい、
8体、うん、8体。じゃあとにかく、はい、後ろがどん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 ね、もうすごい選手で詰まってきちゃってますからね。じゃあお願いします。さあ何番の車？1番です。1番。1番1着じゃない？選手以外は1番1着。1着おめでとう。やったー、やりました。これスタンプをしてもらって今から決勝行くわけですけどね、どうですか決勝に臨む、一言。嬉しいです。嬉しいです。みんな嬉しいですよね。もう言葉に表せないようですよね。それじゃあ次ちょっと決勝のコースをね覗いてみましょうか。はい、それでいきますよ。よーいスタート。というわけでですね、ここが決勝のスーパーアドバンスタックですね。ここに来るにはなんと確率125分の1ですからね。最後は1台逆走します。1台逆走。おっと1台、俺も冷たい。さあどこで、ここでインタビューします。選手のインタビューしましょう。私もちょっと興奮しちゃってますからね、このね熱気。どうです今走ってますか？はい。何番の車？5番です。5番、調子どうですか？いいです。調子はいい。このまま行けば勝てるか？わかりません。わからない。今何位？2位ぐらい？はい、2位です。2位。はい、君の車どう？あんまり良くない。あんまり良くない。でもね、勝負は最後までわからないですからね。はい、君どうですか車は？調子いい。調子いい。今のも何位？1位？1位じゃない。1位じゃないけど調子がすると。さあ、今この車はですね、このゴールデンクラブを合流しました。ありがとう。ミリオンファイターのサイン色紙、これをね缶オーディしてね、お家に飾ってください。はい、おめでとう。拍手。はい、いやはや、あまりの熱気にミニオンファイターもうタジタジ。まえちゃんはいかが？はい、スタートしました。こちらはですね、 RC カートライアルコースですけれどもね、RC カーはこの1周回りまして、そのタイムが速ければいいというレースですよ。さあ、かなりぶつかってますけれどもね、マシンはグラスホッパー2でやっております。さあ次行こう。あ、これね、普通ね、普通これはですね、こう、左手で持つんですよ。はい、はい、そうです。はい、まだいじっちゃいけませんよ。はい、それでいきましょう。はい、スタート。あ、彼はいじったことがないって言ってますけど、前ですよ。はい、バックして、バックはこうやって、こうやって、ね、はい、はい、慎重に慎重に、はい、そうね、あんまりガッチャンガッチャンやんないようにね。はい、微妙に微妙にやってくださいね。はい、それは右というもんです。はい、これ左回りのコースですから、左へ曲がりましょうね。さあ、バックして。あ、なかなかこうやってね、頭で考え出すと RC がダメなんですよ。右だ、あ、左だなんてやってるとダメなんですよ。さあ、バックでゴールだ。そのバックでゴールしろ。よし、ゴール。というわけで、まえちゃんの一言 Q&A。 なんか後押しで盛り上がりましたけど、押さないの、押さないの。はい、一人でテレビ出ただけの人いますけどね。はい、それじゃあですね、まえちゃんに何か、ミニ四駆についての何もいいか質問。はい、じゃあ、はい、じゃあ彼、彼、はい、彼行きましょう。はい、顔は、顔を見てみた。はい、なんで、はい、ハイパーダッシュモーターは公認レースで出せる、つけられないんですか？いい質問聞くね、君はね。公認競技ではですね、あまり速すぎてもコースをこう全部こう走りきれないでしょ。あまり速いモーターつけてもね。だからあれは記録用としてですね、使ってくださいね。あの公認競技はあのハイパーミニモーターで十分ですね。そのように設計されてますからね、コース自体がね。その中で、ね、一定のその規則の中でどれだけ人よりも速くするか、ここが力の見せ所でしょ。ここがミニ四駆の奥の深いところですよ。わかりましたか？はい、というわけですね。ミニ四駆くん、まいちゃんの、あ、嬉しい教室。今日はですね、ゴールベアリングですね。ゴールベアリングはですね、テキオカ先生、分かりましたか皆さん。ねえ、まえちゃん、はい、やっぱりモーターはダイナテックだよね。うん、バッテリーは 8.4 ボルトかなんか積んじゃうから、私も。じゃあ何なんですか？何言ってんの、決まってるでしょ。テレビを見てるみんなをぶっちぎるためにパワーアップ、チューンアップするのよ。いや、パワーが、バッテリーのボルテージがね、高い。それからパワーモーターをつけた、これだけじゃダメですよ。なんで？これだけじゃダメですよ、バランスが悪くなりますよ。なんで？というわけで今回ちょっとね、チューンアップのことをね、基本的なことをちょっとお話ししましょう。はい、はい、2台ここにマシンがあります。こちらはサンダーショットで、こちらはスコーチャー。そうです、これはあの元々スコーチャーっていうのは、はい、サンダーショットのシャーシと全く同じもので、レースにしたものの改良版なんです。改良版っていうか、まあ、チューンアップ版なんですね。でもチューンアップしたって言ったってモーターは一緒ですよ。わかりません、この違いが。え、まずですね、軸受けにはですね、軸受けにはですね、あのまず各軸受け23個のボールベアリングフル装備した、うん、それからあの前見てもらうと分かるんです
ですけどね、このダンパーね、これが左右独立セパレートなんですね。それからこういうふうにですね、ギアのサスペンション、このスタビライザーがちゃんとついている。それからもう一つはですね、なんといってもこの、フロントのシャフトのね、ユニバーサルシャフトを使って、これでかなりのパワーロスがね防げるわけですよ。こういうふうにパワーアップするときには当然その下地をねちゃんとしっかり、整えておかないと、何もベアリングも何も装備してないのにいきなりパワーモーターつけたりするともう全然パワーロスが多くなりますからね。そうかそうか、こういうのがいいですね。正統派のウェイクキュンというわけですね。そうですね、というわけで卓球は違うというのね。というわけで、RC 教師でした。まるさて、それではですね、本日のレースオフロードバギーレディース大会出場者の皆さんをご紹介します。ゼッケン1番が本間恵子さんです。こんにちは。こんにちは。ね、これで旦那さんも出場なさったそうですね。はい、何位？4位です。初出場の奥さんの方が上を行ってるという感じですけど、この調子で頑張ってくださいね。はい、ゼッケン2番が勝澤明美さんです。こんにちは。こんにちは。やっぱり初出場なんですか？え、そうです。ね、でも練習はどのぐらいしたんですか？昨日1日それで RC 歴3日で頑張ってくださいね。はい、ゼッケン3番が池田智代ちゃんです。こんにちは。こんにちは。はい、 RC とかは自分でこれ組み立てられますか？いいえ。誰にやってもらったの？お父さん。今日は実力が出せるように頑張ってね。はい。ゼッケン4番が永田佳代子さんです。こんにちは。なんかの初出場の方たちが1位に占めてますけど。そうです。どうしてしまったんですか？大丈夫ですか？今日はヨックだから一応2区で走ってるもんですから、予選できっと分かったと思いますから決勝頑張ってください。はい、頑張ります。そしてゼッケン5番が斉田正美さんです。こんにちは。こんにちは。はい、趣味がお昼寝といういかにも主婦って感じですよね。今度はRC と一緒に走ろうかなんかにぜひ出場なさってくださいまで出場したいと思います。はい、頑張ってください。はい、ありがとうございます。ゼッケン6番が山田智子ちゃんです。こんにちは。こんにちは。はい、智子ちゃん、この間お兄ちゃん優勝したよね。はい。どうですか？あんまり良くないんじゃないかなまあでもほら、落ち着いて頑張ってね。お兄ちゃんから何か言われてきた？今日何にも。何も言ってくれないの？冷たいね。うん、頑張ろうね。はい、はい、という以上の皆さんです。さあ、下は9歳から上は年齢不詳まで、今週は白熱したレースをお届けしますよ。さあ、全車一斉に綺麗なスタート。まずはつつましやかにとお上品にジャッピングスポットを越えて、レディースはやっぱり美しさが勝負の決め手と言ってたにもかかわらず、いきなり髪振り乱してトップに立ったのは2番の勝沢。その後1番3番、おっとド派手にドッキング越したのは4番とこま。さあ、トップの2番勝沢1周目をクリアして2周目に入っていますが、緑のサンダーショットを引き下げての初出場の割には余裕たっぷりであります。トップをじわじわ追い上げるのは1番のホンマ。ジョイナーも松田をカラフルなファッションで決めてました。3位を走るサンダーショットは5番のサイダー。今日はなんとお母さん頑張ってのお父さんの応援付き。さあ、トップを走る2番勝沢、かっこいい。同じ緑だけどこちらは6番の智也だよ。 RC 歴はまだ10日だって。ほんでもってトップは3日。これ嘘のような本当の話。おっと、これは4位につけてる3番の智也ちゃん。7番とタイヤがお父さんのこの呆然とした表情。さあ、トップの2番勝沢4周目終了して5周目に突入。 RC 歴たったの3日、その上一夜漬けでここまでやってきた。すごいね、脅威の世界。スーパーマン顔負けのこれじゃまるでスーパーギャル。初出場で初優勝を目指すなんて言い切っちゃうところなんだ。これはただもんじゃないよ。トップをついに6周終了。周回遅れの4番永田に追いつけ追い越せ大奮闘。おっとっとっと、これは2位につけた1番本間、ちょっと張り切りすぎた。竹谷陽子さんと選挙カーのごとく一人の PR する4番の永田。トップ勝田は選挙カーで気を取られてなんとクラッシュ。さあ、気を取り直してレースもいよいよ終盤戦に近づき、どうしたんでしょうか。3番智恵ちゃんの車がまたまた空中分解。ほんでもってトップが思いっきりメンパッチン。トップ目から火花が飛び散って思うように前が見えない。トップの2番、さあどこまで逃げ切ることができるか。いや、この姿を見ると小倉のお兄さんジーンときちゃうな。カーナンバー3番ともえちゃんに、さあみんな温かい拍手を送ってくれ。おっとそう忘れてた、レースの方はトップ2番ついにラストラップに入るぞ入るぞ。カーナンバー2番勝澤選手、残すところあとわずか。むむ、だが疲労の日は隠せない。しっかり走れ、止まってる場合じゃない。頑張れ勝澤は。よしよし、その調子その調子その調子。 RC 歴たったの3日、初出場で初優勝という大きな夢が今実現されようとしてる。最終コーナー回ってジャンピングスポットだ。さあ今ゴールおめでとう勝澤デビュー。最後に本場で一連ならばやった。おめでとうございます。ありがとうございます。 RC 歴3日で、難しくないですか？自分が運転するよりは難しくないです。あ、なるほどね。ご主人に教わったんですか？メカニックは全部主人で、ドライバーのみです。あ、やっぱり車の免許を持ってて強いのかもしれませんね。私まだ免許取れてないんだよ。だってどうもおめでとうございました。どうもありがとうございます。はい、というわけでタミヤからトヨタトムスとそして優勝トロフィーを差し上げます。おめでとうございました。
オフロードバギーレディース大会結果はご覧の通りでした。いやー面白かった、また来てね。お次は滝博士のハイテク講座。今日のイラストは埼玉県の池田博士の作品。うーん、まえちゃんはバリバリのサラリーマンだったんだ、ありがとね。はい、ハイテク講座の時間です。今日はですね、モーターの性格ということについてですね、説明してみたいと思います。ここに2つのね、代表的なこのハイパワー型のモーターがありますけど、テクニゴールドと、新しいダイナテックあるんですね。で、このダイナテックの方は高回転型、こちらのテクニゴールドの方は、高トルク型というような性格を持っているんですね。で、これはどういう時に、まあ、使い分けるかということなんですけど、まあ、その路面の状態ですね、まあ、コースの状態、これがですね、例えばコースがですね、テクニカルコースで非常にまあこう入り組んだコースで、なおかつその路面がですね、路面の傾向としてその、なんていうんですか、ドロンコに近いというか、その湿った状態でグリップが非常に高い、そういうトルクが必要なところにはやはりそのトルク型のモーターを使うのがいいんですね。それとですね、直線が長くてですね、まあ、比較的路面もですね、乾いていてですね、まあ、高速に、走った方がタイムが上がるような、そういうコースの場合は高回転型のモーターを使うというのがいいと思います。皆さんもいろいろね、モーターの性格をね、こう使い分ける、まあ、レースコースによって使い分けるということがね、大事だということをね、頭に、ね、入れておいてください。皆さんもタミヤ RC カーグランプリに参加していませんか？参加希望の方はご覧の宛先までおはぎでお申し込みください。いやー参った参った、ポッだもんね。でもさ、どうしてこんな風にあっという間にお別れの時間が来ちゃうわけ？さて来週は何々ミニ四駆最新車情報と、そんでもってセニアフォーミュラー、来週も期待してるよ。そうそうそう、今日紹介した RC フェスティバル1万人以上の友達が集まってくれた。